はい、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。デッドサイドをやっていきたいと思います。まあ、あんまりにもね、長時間の動画だけど、まあなんだろうね、サバイバルクラシックよりね、再生数が伸びないから、まあ私、ゲーム自体再生数を気にしてね、変えるってことはしてないんですが、まあそろそろこれ、いいかな。いいかなごめんなさい。やってること繰り返しだからね。まあ、セールが来てたし、1周年ぐらいになるのかな、そろそろ。で、セールが来てたから購入してみたけど。まあ、近々ね、大型アップデートがあるそうなので、またアップデートがあれば戻ってこようかなとは思ってるけど。どうだろうね。まあ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 。まあ、うん。ぼちぼちやっていこうかなと思いますけど。サバイバルクラシックの方がね、PVE があればいいんですけどね。あっちはないからな。一応ね、PVE サーバーでやってるから、誰かに撃たれるってことはないんだけど。語りかけてくる人がいたから、あ、ちょうどよくイージーミッションが発生した。あ、コンプリテッドって出たな。誰か終わらせたのかな。そろそろ私もミッション行きたいんだな。なんかロード長くない？はいはいはい。日本時間ね。はいはい。で、そうだな。そうそうそう。売り物、売り物。スタローもウビーツ。これ売ります。ちょっと飲み物を買って。で、これはいらない。こうして、これは売れないの？このジャケットは。そっか、持ってきた意味なかったな。で、これ戻して、これつけて、まあ、回復はこれだけあれば、まあ、十分ちゃう、十分だとは思う。と思いたい。よし、これで、ミッション、初ミッション行ってみようか。で、これは使うと喉が渇くから、飲み物も多めに購入していって、弾薬はね、多分いいと思うんだよ。足りると思う。多分。購入。飲み物。ここ買って。よし、これでいこうかな。ちょっともうすでにお腹減ってるな。外して。めっちゃめっちゃ。めっちゃめっちゃ。パイナップル缶かな？これ。
お腹溜まるかね、それ。で、そうだな。マップ、ここね。ここ行きましょうか、じゃあ。2キロ先。ね、初ミッションになりますからね。ニューミッション。近くに、まあ、こっちのベースの方が近いのかな、ミッションって。一旦下まで降りちゃって、下から、こう下でまたなんかやるっていうのもありかもしれないな。でもお金はね、共通みたいなので、どこにあっても、購入はできるみたいだ。多分。ので、一回ね、なんかトレーダーみたいな人とね、さっき、トレードしてみたんですけど、トレード？いや、料金？いや、違う、なんつったらいいか、購入のやり取りをしてみたんですけど、どうも、基地で、ベースで売るより、セーフエリアで売るより、2倍の価格で引き取ってくれる。なので、ガバメント1個が、まあ、セーフエリアで売ると2000いくらが4000いくらになるっていうね。いや、大きいですね。なんか、よりいいアイテムを、その人に売れば倍額で引き取ってくれるっていう。購入する品はね、珍しい品がある以外は特に、これといってすごいものがあったわけでもないし、まあ、ランダムなのかもしれない。でも今背負ってるね、バッグとかは、補給物資で手に入れるか、おそらくミッションクリア報酬で手に入れるしか多分方法はないと思うんですよね。初級ミッションがどれだけ難しいかっていうのをね、まあお見せしたいっていうのもあるし、たかが一番イージーのミッションでしょっていう。まあそもそもなんか一般通貨の人たちにね、ボッコボコにやられてる時点で、まあどれだけ難しいかお察しなんですが。スナイパーライフル持ってくればよかったかなぁ。おっと？どこだ？ 100 メーター以内。どこだ？向こう側かな？この道沿いかな？一応4スポつけてるからね。大丈夫そうだな。こっち側は。どこにいたんだろうな。ちょっとね、弾がもう200発あればいいかなとは思うんだけど、ちょっと足りない。若干心もとない。買ってくれよかったかな。この距離でやられたらな、もう、泣くしかないな。結構、2キロ先って結構、あれだからな。この道沿いとかもね、敵湧くんだったな、確か。そう、一緒。PVE だからね、本来はね、誰かと一緒に攻略するのが一番ベスト。一人で挑むのは意外と難しいからね。
残り 600m。 だいぶ走ってきたな。今日はそういえば、格付きがないぞ。もしかしたら誰も今インしてないかもしれん。それかサーバーの調子がいいのかもしれない。400m。確かあそこは灯台だったかな？エピックミッション。ミッションが消えた。嘘でしょ。今行こうと思ってたミッションが消えたぞ。ここまで来たのによ。泣くよ、そんな。ここまで来たのに、せっかく。なんかトレーダーがいたから。こっちの方行くか。ビゾンじゃな。せめて AK なら、ヘリコプターミッションはいけると思うけど、今持ってるな、ちょっとな。なんだあれ。船だ。なんかあるとかあるかな。探索用のエリアではなさそうだな。入れるってわけじゃないもんね。あるだけか。灯台の意味。船が座礁してるって。あ、ミッションはないけど敵はいるっぽいぞ。ちょっと、眩しい。あ、いる。二人？家の中にもいそうなんだけど。いや、待って、AK 持ってるぞ、あいつ。一人、二人、三人、かな？三人だけかな？とりあえず AK 持ちを先にやっちゃいたいな。以上かな？撃ってきてるのは他にいないから。あ、まだいるな。違う。一旦回復して。なんだろう、なんかバックか、多分
バックだな。バックが邪魔してんだな、これ多分。バックか、違うな。ベストかな。これでクリアかな？いやー、しかしあれだね。AK、もらっていきますよ。ありがとうございました。ここに来ていきなり角つくな。あなたは？おお！お、いいの持ってるじゃない。アサルトバックパックだ。いいの持ってるね、君。よし。最強のショットガンじゃないですか。君は？ヘルメットは、まあ、売れるからもらっていく。で、しかも、あれだね。いいですね。何？弾はいっぱいあるからいいんだけど、まあ、もらっていきますよ。あと、こっちにもいたな。この辺にもいたような気がする。おぉ、すごいじゃん。また君もこれ持ってんの？持ってけるかな？持ってける。よしよし。ショットガンの弾、ありがてえぜ。ここかな？これで最後かな？この人で。おぉ、クリンコフ。もう持てない。クリンコフは欲しいなぁ。私の趣味ですからね。いいですか。こいつベスト着てる。こいつベスト。私はね、アサルトベストなんで、私の方が上ですね。ですが、弾が。あ、これいらない。勝利の。いっぱい。よし。どこだ。ここだ。まとめる。長物がな。1個しか持ってないのかな。1個じゃなくて2つしか入らないから。まあ AK 向こうにあるからいらないっちゃいらないから、ショットガン2つ持ってくっていうのもありだな。AK よりショットガンの方が、どっちかっていうと欲しいし。どうしようかな。AK は置いてってショットガン持ってくか。悩むな。こうして、で、下に一回置いたやつはもしかしたら回収またできるかもしれないから、とりあえず向こうにいる人に AK を売りに行って、ネイルか。モシンがあるな。いや、もうモシンがあるんだったらモシンもらってきます。あれ？拾えない？
もし、こう。いやー、持っていけない AK 好きなんだけどなー。モシンはモシン用のあれじゃないといけないのか。じゃあ、モシン用のスコープを向こうで購入するかいな。あー、なんか、売れるのがガバだけだな。この感じだと。いや、いいね、いいね。いや、いいっすね。おっと？ミッションはなかったけど、敵がいてくれて助かったな。あ、鎮痛剤だ。斧がある。オーノー。よしよし。全員見たよな。もう最初に AK の人をやれたのは良かったね、やっぱ。あとはみんな、ショットガンは、まあ、強いんだけど、それよりも、上に何かあったかな。灯台上まで来たことあるんだよな。見晴らしがいいだけだな。あ、登れる？なんかある？ああ、なんかありそうなんだけど、ここ乗っちゃったよ。どうすんの？これ。で上乗ったら乗っちゃうだけでしょ？降りれないでしょ？そこにアイテムがすごいあるんだけど。取れないな。なんか中から行くくせえぞ、これ。あ、中から行くのね。アルコール。弾か。まあ、もらっとくか。あとは、懐中電灯の壊れたパーツがあるだけと。あ、トレーダーまだいるね。よし。あっちに、500メーター先に。いや、よかった、よかった。これでモシンのスコープとかゲットしてきますかね。そうすると、なんかようやくせっかく用意した豚猫の、せっかくってわけでもないか、パペットが。よし。あ、またそこにも船が。やっぱ、アサルトアーマーつけてるから、それなりに生存能力高かったのかな。あともう一個ね、多分これよりはちょっと、防御力は下がるけれど、
ポーチがついてるからアイテムが入れられるベストがありましたね。いやーでも最強のショットガンが手に入りましたからね。もうやられんでしょう。そうそう。どうも。ну что, здорово, bandit。この人ユニフォーム屋さんだ。ははー、なるほど。とりあえずメットを売ります。なるほど。ユニフォーム屋さんか。じゃあ武器よりユニフォーム持ってきた方が良かったな。あ、タチャンカヘルメット。いいですね。ただ買えませんね。金ないですから。あ、これ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 。タクティカルベストか。高いな。で、今持ってるバッグが、これか。ストーカーバックパック、わかんない。あ、これがさらに、これのアサルトベストの上位だな。ヘビーアサルトベスト。タクティカルベストと、こっちタクティカルベスト。下にあるタクティカルベストと何が違うの？欲しいな。これが多分、あ、でも今、アサルトベストの方がいいのかな。これもいいな。あ、これポリスベストよりは多分アサルトベスト。で、ヘビーアサルトベストか。タクティカルベストでもいいような気がするんだけどな。あとは、お金ないですね。こっちのタクティカルベストと下のタクティカルベスト何が違うんだ？値段から見ると、下の方が高い？ねえ。ここにやっぱお金持ってこなきゃダメか。共有かと思ったらそうじゃなかった。そして武器がいらないと。売れないと。そうか。武器売り屋さんと、やっぱ、ベスト屋さんって違うんだね。なるほどね。そっか。ただアイテム売っただけだな。ちょっと服は売れるみたいだから、あっちに行って服をちょっとかつらって来ることできるかな。まだ死体残ってればいいけど。結構いい値で売れるぞ。上下4000円だからな。そうか、ああいうショップの、限定ショップの人のところまでお金は持ってかなきゃいけないのか。PVP の人はリスキーだなぁ。大金持って移動して、あそこで購入して、その間やられちゃったら終わりだもんな。わぁ。それを考えると、やっぱ、すごい装備をつけてる人っていうのは、歩く金庫だよな。いやー、PVE でよかったな。PVP だったらもうカモだもんな。まだ体、ボディは残ってるかな。あ、ないね。やっぱないね。こんだけ離れるともうないんだな。なんか、ここら辺行ってみるか。
この人、服屋さんだったか、装備屋さんだったか。中身が変わってる。あ、変わってない。アックスは変わらないか。ここ必ず斧があるのかな？前も来た時もあったかな？ここら辺の服は売れないだろうな。45ACP がこのお値段で売れるのは、この値段じゃ、売れるじゃなくて、この数手に入るのはいいですか。25発もリペイ手に入った。この辺に落ちて落としてったやつも消えちゃってるよね。どれぐらいの距離で消えるんだろうな。また上登ってったら弾とかあるのかな。めんどくせえからいいか。あ、ちょっとここら辺探索しつつ帰るかね。いやー、でも、いいもん手に入りましたね。ちょっと物を移動できないからあれだけど。あ、ダットサイトつけない。お腹減ってるね。喉も渇いてる。ニューカーゴなんちゃらがトレダンなのかな。あ、違う、カーゴだからこれか。違うな。トレーダードロップゾーン、この辺は特に、ここ最悪でしょう、これ。その並びは最悪でしょう。イージーで戦おうと思ったら、ちょっと場所が悪いと、後ろ側からアーミーが来るっていう、最悪じゃない？それは。よいしょ。いや、いいねー。なんでダットサイトは乗るのに、このスコープ乗らないんだろうな。不思議だよな。乗ってもいいはずだぞ。ダットサイトが乗るんだったら乗ってもいいでしょうに。回復はいっぱい揃ってるし、まあいいか。ウォッカ、まあウォッカも売れるからな。まあいいか。いや、モシンがねえ、結構リアリティの高い武器ってのもなんだけどね。あの辺は何もないかな。ぱっと見上から見た感じ何もなさそうだな。建物かがあるかと思ったんだけど、こっちのね、こっちの方はね、上側はね、なんもないんですよ。特に。さっきのところ以外。一応これは見にくいけどね、点があって。この白い点のとこにはね、まあ、拠点みたいなのがあって、敵が湧いたりとかするんだけど、あともう、ざっと見た感じないんだよね、上は。なんか増やしてもいいとは思うんだけどね。次の大型アップデートでなんか大きなエリアが増えるみたいなことを書いてあったけど、
ほんとこっち側なんもねえからな。まあその分。お互い戦ってくれようエリアになってんのかね。上から結構高いところに来たぞ。お、結構高いんじゃないこのエリア。おお、高いぞ、ここ。島が一望できる。島ってわけでもないか。島か。おっと。このね、ここら辺のエリアが開くらしいんですよ、次。一応ここまであるから、ここまで増やす予定なのかな。マップ広げてこれだもんな。んだったら乗り物やっぱ欲しい。こんだけ広いともしかしたら、あれだね、車とかじゃなくて、なんかヘリコプターとかそういう乗り物も多分今後アップデートされるんじゃないかな。いくらなんでもこれ徒歩だときついぜ。なんもないし、ここら辺。もうちょっと何か用意しといてもいいと思うんだよな。せめてこう、車、事故車両とか置いといてもらえると全然いいんだけど。あとはなんか、ハンティング小屋みたいなね。狩猟小屋みたいな。ハンティング小屋ってなんか、狩猟小屋みたいな。ニューミッション。ニューミッション。来ても。この辺はなんだろう、道が途切れてるところだな。ちょっとこの辺も行ってみるか。こんだけ広かったらね、どっちかというと狩りができると本当はいいんだけど。釣りもできるといいんだけどな。キャンプはできてもね。あ、いる、そこに、なんか。一般通貨ペーポーが。ああ、いいね。やっぱ、これ、このモシンは、スナイパー用だね。ボルトの、ボルトハンドルが、90度になってるからね。スコープと引っかからないようにっていうような形になってますね。タバコだけもらっていこうか。いや、いいっすね。楽しいっすね。これは。ショットガンの弾だけもらってるじゃん。ね、君はなんか持ってる？あ、時計、いいですね、時計。どうしようかな。どうしようかな。酒が飲めたら一番よっか、飲めたら一番な、良かったんだけど。まあ、気分だな、売るのは。多分消毒液の方が高く売れるはず。
これを二つ食っちまって持ってくってないかな。戻ろう。消毒液が欲しい。メキャ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 。よし。ああ、模型いいなー、楽しいなー。なんかスナイパーライフル使ってるぜって感じがする。トレーダーなー、近づいてみないと。じゃあ結局のところ銃が引き取ってもらえるのか、その他の装備を引き取ってもらえるのかわからないな。まあこの辺点打っといてやるけど、なんもな。なんかあるかなと思ったんだけど、なんもないな。いや、収穫大きかったなぁ、でも。ただ、クリンコフをなぁ、このメインで使うには、ちょっとなぁ、弾が手に入らない。ミッションとかや、ガンガンやっていかないと多分ね、ダメだろうね。それを考えたらね、あの BB ね、うん、ビゾンの方がいいね。うん、入手難易度がね違うからね、雑魚敵からいっぱいもらえるっていうのはありがたい。今どの辺だ、こっちか。いつもまっすぐ来てるから、この川を泳いで渡ってるからな。うん、ガクガクする。どうした？スタタタタタタタ。42.195 キロじゃないけどね。結構な距離走るからね、2キロぐらいって。ニューミッション。ニューミッション？今帰ってくる途中なんですが、私。今一仕事終えて帰ってるとこなんだけどな。もう一回ミッション行くっていう気にはなれんな、ちょっとな。そろそろ、今日はもう寝ようかなと思ってるし。セーフゾーン。いや、なんか、やっとなんかこのゲームの楽しさが分かってきた感があるよね。いや、武器はビゾンと多分ショットガンでいいかな。モシンはね、まあ、ボルトアクションライフル楽しいけどね、まあ、ボルトアクションライフルか、まあ、ショットガンか、かな。よし、トカタ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 。はい、到着。ふぅ。ただいま、戻りました。はい。どっかいらない。売る。そうだな。
で、戻しとくか。今、回復は意外といっぱいあるかな。10あればいいかな。うん。なんかね、持ってってもね。じゃあ、模針用の、もうちょっと使いたいから、模針用の、模針オンリーってやつがあるんだよね。これかな？模針オンリーってやつ。あ、間違って買っちゃった。違うよ、こっちはないよ。こっちこっち、やーばい。せっかくよ。お金貯めたのに。もしレア度高いね。ショットガンもでもいいんだけどな。AK、いやー。VSD 3万は結構な値段だよね。3万は結構なお値段ですよ、やっぱり。なんだろう、ベストはつけといた方がいいのかな。物が持てないけどな。この辺を。あ、映せなくなっちゃった。これは。ちょっと待ってよ。で、こうして、こうして、こうして。これはまあ、つけられないよな。いやー、なんか、こうかな。ライトもつけとく。いらない。まとめて。あとはいいかな。これもいらない。これがクリンコフ用の弾。専用弾かな？クリンコもちょっと使ってみたいな。使ってみるか。間違えちゃった。ほっ。あ、クリンコフ。君はあれか、サイトが乗らないんだね。それはあれだな。ちょっと、予想外だな。まとまんないか。よし、これまとめて。ドガンはそんな弾いらないか。あ、そう、君、あれか、サイトつけらんないの？そうなるとちょっと話は別だな。いいね。いいですね、やっぱ。いや、いいね。このね、ちっちゃいのがいいのよ、クリンコフは。まあもういいかな、見たから。そう。君、あれなんだね。
ショットガンかな。これ撃って。で、ラットサイトつけといて、ライトつけて。安墓村みたいになるんだよな、やっぱな。あ、いいね。あ、いいね。これは狙いやすいですね。いいですね。このゲームだってね、その、弾が落ちないからね。本来ね、狙い、旧式のスコープになるから、長距離は狙いにくいんだけど、まあ、ショットガン、悩むところだなぁ。またこういろいろ集めるで、ちょっとね、スコープが4倍のスコープがないから、ショットガンね、持ってってもちょっとね、あれなので、しばらくはビゾンでね、行こうかなと。 BB があればいいかな。これがね、結構いいんですよ。弾の入手難易度もね、簡単だし、いや、こんなでっかいの普通つけないけどな。そういえば、ホロサイト一回も扱ったことないんだよな。ホロサイト。VSD を売って、ホロサイトを購入する。なんならもうクリンコンは多分使わないから売っちゃおう。スコープがつかないじゃんね。あんまり持ってる意味がない。そう、ダットサイトの方が上だから、本来はね、なんだ。このホログラフィックサイトっていうのはね、その、なんて言うんだろうな。これ難しい話なんだけど、ダットサイトってただ照射してるだけ？点をね、まあ、パワーポイントで、レーザーポインターを、このガラスの部分に照射してるだけなんだけど、このホロサイトっていうのは、ホログラフィックで、まあ、中でこう、うまくね、鏡とこうやって、映し出してるもんですから、と、あと、なんだ、多少ね、ぐらついても、点がずれることがない？よいしょ。だったかな？確か。ダットサイトの場合、本来はね、こうやって見て、まあ、左右するとね、こう、中心、今ね、これね、こう、動いてるけど、あんまり動かないんですよ、本来。点が。
このセンターの点がね、動くっていうのはホロサイトの方で、ダットサイトのドットのこの点のやつはあんまり動かないはず、確か。確か。結構ね、これ、詳しい説明が必要になってくるんですけど。まあ、持ってないから一回買ってみるのもありだよな。買ってみよう。使ってみよう。単純に、あ、ちょっと待って。このホロサイトあれじゃん。点じゃん。まあ、いろいろ変えられるっちゃ変えられる。本当はまあこっちはね、合ってるんだけど、ドットサイトは本来違うんですけどね、っていう。売ろ。買ったけど、売る。まあ、そこまでやってあるゲームってそうそう少ないらしいですからね。結構ね、勘違いされやすいんですけど。でもいらない。なんかもう、作らなくてもお金が溜まってきたから作らなくても良さそうになってきたなぁ。これがね、上にドットがついてて、で切り替えができるのかな、近距離と遠距離と。それができるんだったらいいんだけど、モード切り替えで変わったりすんのかな。どうなんだろうな。今のあるお金でちょっと購入してみるのも、検討してみるのもありかもしれない。買ってみよう。お金があるうちにいろいろ試してみよう。え？おい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 。あ、いいのかいいのか。びっくりした。これを間違って買ったと思ってた。これね、上についてんですけど。関係ない。上にね、ダットサイトがついてるんですけど、本来だったら。変更可能なんですが。ただ見やすいってだけかな。ちょっとセッティングでちょっと見てみましょう。コントロール。スピンと違うね。フリーカメラ、スイッチビュー、スイッチビューはまた関係ないか。ウェポン関係かな。フラッシュライト。これかな？違うな。これだ、フラッシュライトつけてるだけだもんね。一回外してみようか。変わんない。変わんない。ちょっと待ってね、じゃあ。どのボタンだろうな。ズームイン、ズームアウトができるの？それ知らなかったよ。これか？え？エンドボタンってなんだ？ちょっとわからないから。
このボタンを J にしとこうか。アップダウンで、違うぞ、これは。アップダウンでズームが切り替えられるって書いてあったけど、それはできないのかな？ J、なるほど。違いますね。コントロール。他に J 割り当てられた。チャットが割り当てられてた。これを、P はどう？ P はどうだ？入ってないだろう。ページアップバウンでズームアウトができるんだけど、ボタンを間違ってた。できないじゃん。P、あんまり意味ない。ただ覗けるだけかな。ただ、単純に、性能がいいってだけかな。タイプス。すべての武器に使えるって書いてある。もしにも使えるのかな。使える。もしにも使えられる。なるほど。まあそれが利点ってだけかな。じゃあこれは専用だから不思議だな。なぜこっちが使えなくて、模試に入るんだろうな。普通、ロシア系だから、こっちだろうと思う。うわ、狙いやすー。これはこれで狙いやすーい。おっちゃん悩むよ。悩むおっちゃん。武器の種類がいっぱいで悩むよ。本来これはこれじゃないだろうな。なんかがっくしくるな。しかもあれか、3.5 なんだね、これ。4倍じゃないんだ、3.5 倍なんだ。なるほど。まあ、見た目で判断すると、こっちよりはこっちの方が多分狙いやすいからこっちでいいかな。いや、悩むな。悩むな。とても、とても悩むよ、おじちゃん。あと、1万2000円か。まあ、ここにある全種類はな、見たな。3万5000円。COD。栄光具みたいなやつだよね。オールウェポンタイプス。オールウェポンタイプス。まあ、ほぼほぼ見やすさが違うってだけだね。もしんオンリー。で、これはあれでしょ？あ、もしん K がある。これは売っちゃおう。これは使わないから売っちゃう。よし。とりあえず、これでいいかな。うん。いや、狙いやすそう。めっちゃ。これめっちゃ狙いやすそう。よし。とりあえず、今回はこれにて終了しよう。
イージーミッションはなんとかね、簡単にクリアできたね。じゃあ次のミッションだな。ノーマル行ければ行きたいよな。うん。よし。じゃあまたいろいろと物を漁って増やしていって売ったり買ったりを繰り返していこうかな。それを考えると AK だな。うん。AK を使いたい。私は。BB もいいんだけどね。こいつもね。やばい。終われない、このゲーム。すごい面白いってわけでもないのに終わらない。これ上の部分がな、本来だったらこれ上の部分がね、確かね、ドットサイトになってて、ると思った。確か。ちょっと気になるな。でかいな。多分狙いやすいからいいと思って、ちょっと。よし。終わっとこう。終われない、終われない。よし。ではまた次回の動画で、お会いしましょう。次回の動画で、お会いしましょう。さようなら。